科学だったら、えー、地球が丸いとか自転しているとか、えー、これですね、まあ、全員が間違っていることもありますけれども、えー、本当のことが分かったら、まあ、全員が正解にたどり着くわけですけれども株価の予測これは無理ですね。<music> 株式投投資資の穴林投資研究所チャンネルこんにちは林智之です。 そして今日は金曜日、チャンネル虎の穴の虎の穴。運に左右されない株式投資の勝ち方。えー、株で勝つ、儲ける。まあ、そのためにはですね、予測を当てる、あるいはその予測を当てる方法を考える。まあ、こんな方向に傾きがちなんですが、みんなで競争してます、えー。だからビシビシ当てる。 というのは、えー、なかなか難しいわけですね。はっきり言って無理です。じゃあどうするのというのが問題です、まあ。そもそも予測って何なのということもありますけれども、そういった、えー、実践論ですね。えー、株式投資、売買、トレード。これのですね、根幹の部分、えー。これをお話ししようと思います。これをですね、正しくやれば、えーま、道が見える。えー、でも ちょっとここが間違っているだけでもう全然違う方向に行ってしまうよと。こういった大切な話をしたいと思います。なるほどと思ったら高評価、グッドボタン押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。えー、予測の的中、それから利益ですね。これの関係を考えてみたいと思います。えー、当たった。予測が当たった。 え、銘柄を当てた。上か下か当てた。えー、と言ってもですね、えー、これだけで儲かるとは限りません。えー、例えばですね、まあ、大相場を当てた。えー、大きく上がる銘柄。これを言い当てた。で、実際にですね、売買した。1回目儲かった。2回目儲かった。えー、でも3回目にですね、 えー、よし、もう一回やろうと言って、少し、えー、多めの数量で、えー、ちょっと高いところ買ってしまった。そしたら、あ急落があって、投げちゃった。で結局3回の売買で、えー、少しマイナスになったで。その後も予想通り大きく上がったんだけれども、乗れなかった。買い直しができなかった。そうしたら、こんな相場を当てたのに、結局ですね、 え全体で、えー、少し損をした。まあ、こんな結末だって普通にあるわけです。あるいはですね、5銘柄買った。まあ、上がると思う銘柄を5つ買ったわけです。4つは上がらなかった。当たらなかったわけですね。えー、でも、まあ、そこそこいいところ買ってるから、えー、最終的に投げたんだけれども、みんな損は少しずつ。 で、えー、当たった一名柄だけ、えー、そこそこ上がった。全体でプラスです。戦略として問題なし。結果も良好。まあ、予測はあー20%しか当たらなかったんだけれども、何の問題もなくプラスになった。まあ、これも現実ですねで。じゃあやっぱりね、うん運なの、えー、みたいなこともね、えー、出てくるかもしれません。 まあ少し古い話になりますけれども、80年代、えー、任天堂という会社がありますね。もともと、花札とかトランプとか作っていたんですね、えー。そういう会社が上場していたわけですけれども、ファミコンで大当たり。これでですね、株価が大きく上がったわけです。えー、当然ですね、働いていて、えー、持ち株会で、えー、持ち株をね、えー、自社株を買っていた人。 えこれはですね、資産がもうものすごい勢いで膨らんだんですね。こういうの運かなぁってね。ちなみに、任天堂というこの社名ですね。なんかね、創業者が運を天に任せる。こんなですね、気持ちでつけたという説があります。まあ本当だとしたら、えらい適当な話だなぁと。そんな感じですけれども、もしかしたらまあ、 周りがね、えー、後から作った話かもしれません、えー。同じく80年代。やっぱり自社株を買っていたけれども、ひどい目に遭った。そんな人もいます、えー。破綻した証券会社で働いていて、働いているんだから、自分の会社の株をね、せっせと買いなさいと。えー、会社にね、えー、借金させられて、えー、買わされてた。まあ、こんな人もいるわけですね。ところが破綻しちゃった。 給料をもらえなくなった。えー、その上に、えー、借金が残ってて、で、えー、買った株は、えー、下がっちゃった。もう、踏んだり蹴ったりですよね。まあ、この辺考えるとね、やっぱり、運なのって、えーまあ、こういうふうにね、えー、考えてしまうかもしれませんけれども、えー、私たちはですね、もう何千もある銘柄。 これをですね、自由に選択することができるわけです。何の縛りもないわけですね。どの銘柄を買ってもいい。それから数量もたくさん買ってもいいし、少ししか買わなくてもいいと。まあ、自由にできるわけですね。そもそも株じゃなくてもいいわけじゃないですか。株以外のもので運用したっていいわけです。もうめちゃくちゃ自由なんですね。でもね、じゃあどの銘柄とか。 えー、まあ、数量どうするのそうすると、やっぱり予測えー、こんな話になるかもしれませんけれども、最初に言ったようにみんなで競争していますから、7割、8割当てる。これはね、無理なんです。叶わないんですね。えー、そもそもですね、えー、まあ、株価を、えー、外の世界から見ている傍観者ではないわけですね。もう当事者なんです。 えー、なおかつですね、わずかですけれども自分の売買が株価変動に影響している。もろ当事者、家中にいるんです。旗から見ている傍観者であってもビシビシ当てることはできません、えー。それがね、家中にいるんだから、もうさらに厳しいわけです、えー。そもそもですね、株価変動って、えー、科学ではないわけですね。人為的なものですよね。えー、科学だったら、 地球が丸いとか自転しているとか。これですね。全員が間違っていることもありますけれども、本当のことが分かったら全員が正解にたどり着くわけですけれども、株価の予測、これは無理ですね。人為的に作られていますから。だから、半分当たって、半分曲がる。こういう現実があるわけですね。 で、七八割当てる人なんて絶対いないと言いましたけれども、逆に、えー、もう、もう買っても買っても上がらない。みんな下がっちゃう、えー。そんな人もいないわけです。そんな風に言われる人もいますで。自分が買うと必ず天井だ。えー、こんな風にですね、認識している人もいるんですけれども、そんな人も本当はいるはずがないんです。えー、もしですね、そんな七割、八割、九割、 もうビシビシ曲がってしまうと。もうすべて逆に行く。そんな人がいたら、えー、その人のですね、真逆、売り買いを逆にするんですね。真逆をやれば、もうめちゃくちゃ儲かる数式が生まれるということです。だからそんなことも、えー、ありえないんですね。えー、今日のタイトルはですね、えー、勝ち方です。えー、じゃあ、勝ち負けを決めるのは何なのか これはですね、対応です。株価が変動した。で、対処する。対応する。例えば、買った銘柄が下がった。で、はい、負けですと。100万円払ってください。こういう話ではないわけですね。自分で自由な選択肢を持ってですね、対応、対処を考えるわけです。まあ、投げるっていうのがありますね。これダメだったと。 え、損切りするわけですけれども、ま、この内容も対応次第ですね。どのタイミングで投げるのか。そもそもどれぐらいの数量を買っていたのか。これで損の大きさが決まります。え、それから下がったけれどもそのまま。一時的な下げであるという読みでそのまま持っている。こういう対応もあります。で、下がったから買い増しする。 こういう対応もあります。平均値段は下がります。数量は増えてね、えー、それだけリスクが増えますけれども、平均値段は下がりますよね、えー。それから下がったところで、投げると同時に、投げるだけじゃなくて、投げると同時に、空売りを仕掛ける。予測が違った。上がるんじゃなくて、下向きだった。えー、だから、ぶ、え、ん、ー、投げて、さらに、その下げをですね、 空売りで取りに行く。こんないろんな選択肢があるわけですね。えー、では、買って、えー、予測通り上がった。どうしますかと。えー、利食いする。この利食いだってタイミングによって利益の大きさが変わってきます。えー、それから、上がってきた。これはさらに行く。ここにチャンスがあるといって、上がったところで買い増しする。こんな選択肢もあります。 そのまま持っている。当分持っている。こういう選択もあります。全て対応ですね。じゃあ対応という発想がないとどうなるか。他人の予測で売買する。誰それさんがこれが上がると言っている。じゃあそれを買おうとか。これ非常に多いパターンなんですけれども、他人の予測で株を買うと。これはですね、 誰の予測が当たるかを予測して当てようというですね。もう大混乱な状況ですね。えー、いわばこれダークサイドです。ここに近づいちゃいけないわけです。全部対応対処の問題なんだ。自分で決めるんだ。えー、こういうふうに考えなければいけないわけです。えー、買の手法。手法って言うと固いんですけれども、やり方ですね。えー、これはですね。 まず予測があります。まあ、予測ってね、ピシピシ当たるもんじゃないけれども、予測がなかったらポジションを取ることができませんから、予測があって、えー、ポジションを取ります、えー。でもこのポジションをですね、えー、変化させていくポジション操作という行動が必ず必要です。状況が変わったら予測の部分が変わってきますから、えー、ポジションを変えていきます。まあ、この二つがですね、えー、中心なんですけれども、えー、さっきもね、えー、例えば、 投げたときに、どれぐらい数量を買っているか。これで、損の大きさが決まると言いました。やっぱり資金管理。どれぐらいの銘柄数を手掛けるのか。一銘柄、どれぐらいの金額いくのか。どれぐらいの株数を買うのか。こういった全体の計画の部分ですね。マネーマネージメントなんてね、かっこいい言葉がありますけれども。この部分も非常に重要です。 えー、予測、ポジション操作、そして、えー、資金管理。この三つで決まるわけですね。こんな風に実践を考えていくとですね、予測を当てるということとは、全く違う世界観が生まれます、えー。少し大げさに聞こえるかもしれませんけれども、まさに世界観だと思います。えー、ぜひ、こういうところに目を向けて、他人の予測とかですね、 えー、いろいろなこう、噂話も含めた、えー、外からの雑多な情報。もうこれを無視してですね、えー、自分で考えていくんだと。えー、そういうふうにですね、えー、ま、株式投資そのものを捉えて、えー、実践してもらいたいと思います。えー、運ではありません。自分で結果をコントロールするんです。えー、運に左右されない株式投資の勝ち方。最後までご視聴ありがとうございました。 ありがとうございます。<music>